こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。私はカウンセラーさんの集客サポートを10年以上やっております。今日はですね、今やるべきカウンセラーさんの集客方法ということで4つお話ししていきます。過去にですね、2020年上半期うまくいった、集客方法みたいな動画を出しているのですが、それの2021年版というふうに思っていただければいいかなと思います。今回は開業カウンセラーさんの集客方法についてお話ししていきます。ですね、まずちょっと今、うまくいっている集客方法ですね、売れてるカウンセラーさんが何しているかっていうことなんですけど、今回4つ挙げました。1つが Google 広告、2つ目が YouTube で、3つ目が Instagram、 4つ目がブログというふうに紹介していきます。ですね、現在のところもやっぱり Google 広告ですね、検索連動型の Google 広告で集客がうまくいっているカウンセラーさんは結構いますね。なんか検索されなくなってきてるとか、やっぱり広告ってすごく怖いイメージあると思うんですけど、今のところ、Google 広告で集客できているカウンセラーさん結構います。それから同じように Yahoo 広告っていうのもあるので、そういったもので集客ができているっていう方は私のところに結構いらっしゃいます。はい、その次ですね、 YouTube、ここ1年くらいかな、 YouTube での集客がうまくいってきているよっていう先生が増えてきたように思います。私が YouTube 本格的に始めてどれくらいかな、1年2年くらいになるかなと思いますが、カウンセラーの先生たちも YouTube を始める方が増えてきまして、チャンネル登録数がそう多くない方でも集客は十分貢献している、 YouTube チャンネルが十分貢献しているっていう方が増えてきております。体感的にも YouTube で YouTube から来ていますっていうのが結構わかりますっていうふうに言ってますね。あと Instagram ですね、Instagram からの集客もできていますね。今までここ数年ずっとできてるかなと思いますので、結構やりやすいものになるかなと思います。あと4つ目、ブログですね。ブログはちょっとアメブロとかっていうことに限らず、ワードプレスでも何でもいいと思うのですが、検索に乗ることを意識してブログを書くっていうのが、うまくいってるかなというふうに、今まで通り、うまくいってるかなというふうに思います。この1年くらいでですね、昨年、2020年上半期、うまくいってる集客方法を出してから1年間でちょっと変わったかなっていうところは、 YouTube が結構伸びてきてるなっていうふうに思います。特に YouTuber を目指すっていうか、YouTube の中で収益を目指すっていうことではなくて、YouTube を使ってお客さん、クライアントさんを集めるという方法っていうのが、意外とうまくきてるかなと思いますので、あと、もし SNS コツコツやるなら、やれる方は YouTube やるといいかなと個人的には思っています。それからそうですね、アメブロからの集客っていうのがあまりちょっと効かなくなってきたかなっていうのがちょっと体感、私の個人的な感覚的にあります。なのでブログっていうのは、アメブロに限らずワードプレスなんかでもいいですし、検索を意識したブログっていう風にやっていくといいと思います。で、全体を通してですね、どれか一つだけっていうわけじゃなくて、最近はこのどれか二つぐらいは必ず売れてるカウンセラーさんやってるって方が多いかなと思います。全部やってる方もいますし、そうですね、最低二つぐらいはやってるかなと思います。はい。なので、これからちょっと集客、この中で何もしてないよって方は、まずどれか一つ始めていただいて、あと、一つやってるよって方で、ちょっともう少し効果をっていう方は、もう一つぐらい始められるといいのかなと思います。あとは、どれもやっていくのにあったって同じなんですけど、必ずデータを見る。Google 広告だったら、Google 広告、Yahoo 広告だったら、ちゃんとデータ出ますよね。あれ見ていただいて改善していくってことが必要です。YouTube も、Google がやってるので、アナリティクスがかなりはっきり出るので、それを見て、どういう動画が伸びていくのかっていうことをしっかり見て、分析して改善していくってことが必要だと思います。Instagram に関しても、インサイトが見れるので、プロアカウントにしてもらうと、インサイトが見れるので、インサイトを見ていただいて、どんな投稿がですね、
あの集客につながっていくのかっていう指標を見ていただいて、しっかり、投稿方法を変えていくってことですね。でブログに関してもそうですね、サーチコンソールなど見ていただいて、まあ、検索にどういうのが載ってるのか、それから Google アナリティクスを見ていただいて、どういう記事からお客さん来てるのかとか、そうですね、そういうのをちゃんと見ていただいて分析して、あの良い記事を書いていくっていうことが必要かなと思います。あのやったから OK ってことじゃなくて、これら全部ですね、やった後必ずあのどういうふうになっていってるのかっていうのは分析していただいて、次の投稿、まあ、次の記事、次の動画っていうふうに改善していくのが結果につながりやすいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカウンセラーさんの集客に関するお話、主に開業カウンセラーさんの集客ですね、それから、まあ、売上アップなどのお話をしています。私の方では、個別のコンサルティングとか行ってます。あとホームページの作成も行っていますので、ご興味がある方は説明欄の方から私のホームページ、それから LINE でメッセージなどいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。